はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員靴沢でございます。家内製雇われ店長様、ご支援とお手紙ありがとうございました。人生に乾杯様、ご支援ありがとうございました。メール党員限定終戦の日懇親会にいらしてくれた小泉様、ご支援ありがとうございました。陽子様、お手紙ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。動画とメルマが昨日お休みしまして、伊勢神宮に行ってまいりました。去年ですね、肺がん手術してですね、人間いつどうなるかわからんと痛感しましたので、動画とメルマがお休みさせてもらってでも、まあ一度は行かないとと思っていた伊勢神宮に参拝してまいりました。24時間の日帰り強行軍で体が痛いであります。8時間バスに乗って、伊勢まで行って、8時間現地にいて、また8時間高速バスで帰ってくるというですね、おとといの夜9時半に新宿を出発して、昨日の9時に新宿に到着いたしました。まあ、車中泊ってやつですね。体が痛い。今でも痛い。あと十分寝たはずなのに、あれですね、眠くてしょうがない。なんだかなもちと次は、また行きたいんですけど、次はもちと楽な方法で行きたいなって思っております。まあまあこういうような写真撮ってまいりました。天照大神を祀ってあります。で、天照は、ニニギノミコトの祖母ですね。孫がニニギノミコト。で、ニニギノミコトの、お孫さんが神武天皇ということで、日本人みんなの総本家の皇室のご先祖様が祀ってあると。私は皇室が総本家で、日本人はみんなその分家である、と考えておりますんで、だって縄文時代ね、日本列島の人口10万人ぐらい、それが1億まで1000倍に増えてますんで、血繋がってないんだよな、今の日本人全員ね。そのご先祖様を祀ってあるお伊勢さん、人生一度は、みたいなことでね、江戸時代も大流行したみたいでありますけれども、日本人全員の祖先を祀ってある天照大神ということで、天照の御霊はですね、約2000年前に当時の御所を出られ、日本中を巡られた後、雄略天皇の時代に、つまり400年以上、まあ、日本、全土を巡られた後にですね、五十鈴川に沈まられたそうであります。こちらの川ですね。まあ、これも神社の敷地内なんですけれどもね、この両側の木々がなんかすごい。田舎行くとですね、材木目当てで山という山に杉植わっててですね、こういう景色にはなりません。こういう細かいところにもいちいち感動してしまいます。あとは敷地内のですね、松がですね、舐めるように手入れされてて感動しちゃいました。あれね、茶色くなった松葉は一本一本引っこ抜くんだろうな。で、日本人はそれに気づかずですね、この松の手入れの、すげえ、時間と手間がかかっているっていうのに気づかずに通り過ぎちゃうんですけれども、白人が気づいたらしく、ただの松なんですけど、バシャ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 撮影しておりました。2000年前、天照が御所を出られた時の天皇がどなたかは不明であります。御所がどちらかにあったかも不明。一応奈良のどこかではっていう説を学会は採用しておりますけれども、おとといの夜9時半に新宿出まして、朝5時に下宮に到着して、そのまんま参拝と、豊受の大神を祀ってあります。受けっていうのは食べさせてもらえるとかですね、まあそういう意味だそうであります。豊かに食べさせてもらえる食べ物や商売を司る神様が豊受大御神。豊受大御神はお稲荷さんということでした。イコールだって初めて知りました。大御神ですんで、この方もただもんではないんだろうな。なんとかの御事とか、なんとかの神とかじゃない、大御神ですからね。内宮の前にアマテラスの弟君、夜を支配するつくよみ宮にも行ってまいりました。イザナギの御子とイザナミの御子とも並列にお祭りしてある4つ神殿がある神社でありました。でね、1番目につくよみの御子と、2番目につくよみの御子との荒御霊、3番目にイザナギ、4番目にイザナミをお参りしてください。順番が指定されております。イザナギの義、あるいは木はですね、木って読む場合もあるので、男を指し、イザナミの御事のみは女性を指すそうであります。じゃあね、スメラギは義なんだから、やっぱ男でないとダメなんじゃ、ということに気づきました。内宮でですね、正殿参拝しちゃいました。こちら、神社のお社じゃなくて、まあ、そういうものに使うですね、社務所的なものなんですけれども、これですら、ありがたオーラがブンブン出ておりました。他の方と5人だけで、巫女様お一人、神主様お二人に、拝んでいただいちゃって、得した気分であります。靖国神社の終戦の日なんかは、500人いっぺんにとか、ですからね。とりあえず私、健康だけお願いいたしました。健康でなければね、他がどんなに充実してても、あれですよ。もうお金いくらあったって、いくらね、人気があったって、健康がダメだと、もう全然ダメ。というのを、肺がんの時に私痛感しましたんで、そんなこんなでですね、まあ疲れたけれども、すごく良かったです。伊勢神宮、また行きたい。行ったばっかですけれども。次は、もうちょっとラグな方法で、ゆっくり時間をかけて、行きたいなー。その周辺もですね、プラプラ巡り回りたかったんですけれども、伊勢神宮の参道の、商店、街あるんですけれどもね、そこもなんか申し合わせとかしてんでしょうか。どれもこれもね、築100年ぐらい経ってんじゃねえかっていう、お店でね、その建物が、これ申し合わせとかしてて、建て直さないようにしましょう、みたいな。スウェーデンハウスとか、カナディアンハウスとかにしねえようにしよう、してんのかな。スタバもですね、緑を使ってないですね。茶色と、もちっと薄い茶色を使った2色で、飾ってありまして、やっぱ配慮してあるんだな。言ったばかりですけれども、体がものすごく痛くて、たまらない。右肩なんか、未だにね、ちぎれるように肩こっちゃったんですけれども、また行きたい、と思えるところでありました。一番気に入ったのはあれですかね、朝5時に参った下宮の豊受の大神ですかね。すっごい神秘的。亀石というですね、橋に使用している2メーター四方ぐらいの、石あるんですけれども、もう何千人、何万人、何十万人が通ったせいで、真ん中凹んでんですよ。擦り切れて。すごいなぁ。1000年前からあんのかな、これもな。思いつつね。8月20日、20日、昨日ですね、自称、平均年齢21歳だが、手がしわしわの、自称選挙ギャルズのですね、国葬上メロデモを開催いたしました。まあ、こんな感じ。これは東京新聞から写真引っ張ってきたんですけれども、10人呼びかけって言ったけど、なんだ先頭に6人ぐらいしか女性見当たらないですけどね。マスクしてますけれども、まあ手がしわしわみたいな。前の数名でだけが自称ギャルで、あとはいつもの高齢左翼の皆さんであります。東京新聞もですね、気を使って戦闘しか映してません。デモなんだからさ、こんだけ来ましたよって誇るために、全体のあの映像、画像のしてもいいんですけれども、まあ、出せないと。ギャルじゃないことがバレてしまうんですね。何よりですね、選挙ギャルズのネーミングセンスが壊滅的ですね。これ、おじいさんが考えたんでしょ。場所は左翼が大好きな、数寄屋橋周辺。110人参加。主催者発表なので、まあ、実数は数十人ぐらい来たのかな。選挙違反常習者、共産党の山添拓、吉良恵子、吉良よし子、消滅しそうな社民党福島みずほが参戦しておったと、画像の提供、情報提供いただきました。上の写真、一番右の茶色いポロシャツみたいなの着てるのが山添。で、二の腕ブヨブヨの福島みずほと吉良よし子と。まあ、形を変えたですね、シールズだなぁ。偏差値28の。前の5人だけが20代で、あとはいつもの人ら。白髪とハゲ。国葬には法的根拠がないとか、まああるんですけど、騒いでたみたいですけれども、法的根拠皆無と最高裁認定された外国人生活保護には何も言わない連中であります。こんな無理筋の偽装でキャッキャしてね、自称ギャルのアカウントでですね、これに関係してね、ちょべりぐとか言ってて、絶対中身おっさん。それも相当なおっさん。今何が流行ってんだか流行ってるんだか、全然わかんねえ。ちょびりぐって、もう10年も前のあれなんじゃないかな。まあ楽しそうで何よりでございます。やってる本人たちは楽しそうで何より。まあ一般人はドン引きですけどね。すっかり外旋要員、デモ要員になり下がった福島みずほ。そんなことをやっても、支持率上がんないって気がつけよな。いや、気がつかなくていいですけれども、選挙期間中に小野田参議が訴え、スパイ防止法は絶対にやらなくちゃいけない。スパイ防止法に反対するのはスパイじゃないですか。全くその通りであります。福島みずほ、最高刑が死刑のスパイ防止法できちゃうって嘆いておりましたけど、スパイしなきゃいいだろう。山本太郎も大反対の演説ぶっておりました。内容がですね、スパイ防止法によって資本家の手先であったりとか、随分曖昧な、逮捕されますか？捜査側、権力側の恣意的な運用によって、不都合とされる人たちをスパイ扱いして捕らえてしまう可能性もある。国家を信じすぎ、権力を信じすぎ、まあ、スパイ防止法によって言論弾圧されるんじゃないかとかですね、邪魔者、政府、与党に邪魔な人間排除されるんじゃないかとかですね、資本家の手先であったりは逮捕されないんじゃないかなんてことを言っておりますけれども、ネットの話、尻滅裂や、へりくつばっか。そんな悪の国家が日本って、被害妄想癖でもあんの？なんか不都合なことでもあんの？急にどうしたのこの人らは。スパイ防止法に怯えすぎだろ。共謀罪成立の時も同じようなこと言ってたっけ？スパイ防止法に反対するスパイたち。尻に火がついて、大慌てなんだよな。テロなど準備罪制定で、一般人に何か不都合ありました？国家を信じるな。自分たちの手で革命を起こそう。おおみたいな。革命家ですか。国家は信用するな。高市早苗大臣がですね、内閣ナンバー2の位置に座って、少しでも制定実現の可能性が見えてきたんで、福島も山本も大慌てって言ったとこでしょうかね。私も参院選、スパイ防止法制定は訴えさせていただきましたけれども、私以外にこういう候補が増えてくと、ますます大慌てで、ストレスを感じてですね、免疫落ちて風邪ひきやすくなんだろうなーって思いつつ、資本家の手先は対応されない。資本家敵視発言。久しぶりにこういうの聞いたような。バンコクの労働者、決起せよ、みたいなね。真の共産革命は、みたいな。40年前ならね、通用したんですけれども、今とってもすごい違和感がある。資本家の手先が対応されない。資本家、バブル前ならね、こういうのも、通用したんでしょうけどね、バブル経験した人は、資本家のおかげで、俺らもいい目見れるんだよな、って、もう分かっちゃった。震災の時のいわき市も、日産の工場止まっちゃって、働いてる人困っちゃって、やっぱね、資本家っていうか、企業がしっかりしないと労働者も不幸になるじゃん。企業 VS 労働者っていう対立の構図は、もうね、違う、間違ってるって分かっちゃってますよね。日本と日本人はね、国家を信じすぎ、権力を信じすぎとか言ってるけど、まあ、革命家気取りですわな。支援者も国家は敵、資本家は敵みたいな危ない連中、古くせえ連中が揃ってるんでしょうかね。母体が中核派だしね。どんなへりくつこねようと、こっちはですね、スパイ防止法に反対するのはスパイっていう正論にですね、集中するのがいいと思います。余計なことはゴニョゴニョ言わないで、スパイ防止法に反対するのはスパイだわっていう正論だけずーっと言っててですね、また別なことを言うとですね、それに関して、なんだのかんだの言ってきてですね、ごちゃごちゃ言い合いになると、どっちがバカかわかんなくなってくるんですよ。旗から見てる人は。バカと殴り合ってると、旗から見てる人は、どっちがバカかわかんなくなるっていう、ものでね、もうビシャッと、一言で、これに集中した方がいいと思います。余計なこと言わないで。正論に反対するためにですね、山本みたいなヘリクスに走るほかなく、なんか言うたび、ボロが出ますから。こっちも余計なこと言うと、それに関してまたギャオギャオ言ってくから、わけわかんなくなってきますんでね。資本家や国家を信じてない奴が国会議員やるなっつうんだよな。国会の国のことを議論すんなっつうんだよな、思いますけれどもね。公文社、女性セブンとかだっけ、週刊女性とか出してるとこでしたっけが、杉田水脈事務所に電話取材。総務、政務官就任について、いくつかお聞きしたいことが。事務所、ちなみに御社は、統一教会と関係はないんですか？関係ないとどうやって証明されますか？統一教会と関係あるメディアから取材を受けるなって言われてるもんですから、関係がないことを証明していただかないと、って、杉田水脈事務所に、言われてですね、公文社発狂。黙ってればいいものを、そう言われたことを、黙ってればいいものをですね、開き直りだ！謎回答だ！と記事にして、わざわざ我々に知らしてくれました。ネットの話です。実際関係ないとは言えないじゃん。統一系が広告出してたらアウト。少しでも関わったらアウトと報道してたわけだし、自業自得。まあ自民党議員限定なんですけどね。自民党議員限定で統一と少しでも関わってたらアウトキャンペーンをテレビ、新聞、マスコミが一生懸命やっておる。マスコミがこの20年間全く問題にしなかったのは、なぜ統一教会をなんで問題にしなかったの？公文社は、はぐらかさんとちゃんと答えろ。日頃から説明責任ガー言いまくってんだから、証明すればいいだけだろ。関係ないことを証明しろと、疑惑は深まったが、マスゴミのワンセット。手口バレバレですね、これね。関係ないことを証明しろ。これは悪魔の証明ですね。マスゴミがいつも使っている手口をですね、自分らがやられると、後先考えずに発狂した、いうところでしょうかね。杉田事務所さんは、ここまで考えてたのか不明ですけど、まあ、うまい手だなと思います。機会があったら使わせてもらおうかな。統一と名乗ってない団体からですね、広告の仕事もらってたら、アウトなら、全マスゴミ、アウトじゃないの？こことここは関係ありますとか、よくわからないんだからさ。広告いらない NHK もですね、統一の本を画面に映してたから、アウト。ですね。よく本棚を背にして、喋らす、映像で、ど真ん中に統一の本あったそうであります。自分で自分の首絞めてんじゃないかな。統一と少しでも関係があったら、アウトっていうキャンペーンはね、公務者バカだから、黙ってりゃいいものを記事にしちゃってね、脊髄反射で口答えみんなのかな、中の人はね、政党、これ半島の文化で、口喧嘩して黙ったら負けっていうですね、裁判があるんですけど、そういう文化の中で育ったんでしょうか。とにかく何でもいいから言い返す。脊髄反射で口答え。どんなバカで的を得てないトンチンカンなことでもいいから、とにかく何か言い返す。言い返さないと負けになるっていう裁判。損とって言うらしいですけど、政党ね。そういう文化で育ったのかな、思います。まあ、公文社の自業自得ですね。マスコミの自民党議員限定でやってる統一教会と少しでも関わってたらアウト。キャンペーンの、まあ、ブーメランですかね。しばらくそんな機会ないと思いますけれども、なんか取材していいですかって言われたら、これ言ってみよと。後で広告もらってたなんてバレたら、許しませんからねつってね。なかなかうまいこと言ったなぁ、思います。というわけで引き続き、メール党員さん、地区支部長さん、大募集であります。草加市議会選、埼玉県草加市市議会選、10月16日投票日なんですけれども、内田信之が我が党から出馬いたします。今日はこれから、草加に行ってですね、政治活動、一発目、こうやんだよ、みたいなの教えてくるんで、ちょっと今日は短いですけれども、今後とも内田ともどもよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。